これはうちの病院の診察カードになってまして、裏に病院の名前と注意書きが入ってます。で、目には見えないですけども、IC チップが組み込まれてまして、その IC チップの中にうちの電子カルテの情報がここに入っているというカードです。で、患者さんはこのカードを携帯して、もし何かあれば救急隊のように差し出すと。普通の iPhone と違うのはカバーがついてまして、こういうカバーですね。で、このカバーはこの IC カードを読み取るためのカバーです。システムを稼働させて、で、確認を、認証ですね、認証をしてですね、はい、認証して認証を割るとですね、こういう画面になります。北海道医療再生計画っていう補助金事業の中でやってまして、で、今カードは4000枚しかなくてですね、その4000枚の中で65歳以上の高齢者を対象に発行して、救急隊との連携の実証をですね、積んで今後地域に広めていこうということで今やってます。病棟での検温時に看護師さんが体温と血圧、SPO2 等を測りますが、その時に測定していただいたデータをその場で自動で電子カルテの経過表に反映させるための機械です。一番やっぱり特徴としましてはですね、今までその人の手で記入をしていたことによる手間と、あとミスもありました。で、あとそれともう一つがですね、このシステムが手間とミスをなくすということ以外に、データが自動でその場で即座に電子カルテに反映されますので、チーム医療としてもですね、お医者さんとか医療従事者がですね、看護師さんが入力する情報を待たなくてもいいというところもメリットの一つになるかと思います。こちらはオキシリボンといいまして、ハローキティをデザインに使用しているパルスオキシメーターと。パルスオキシメーターというのは血中の酸素濃度を計測する機械で、主に病院、こちらはですね、価格が非常に安価でお求めいただけるので、一般の患者様にも使用していただいているものになります。喫煙者の方が COPD という肺疾患にかかることがあるんですけれども、そういった方がご使用される医療機器になります。私たちの活動としては、まだ実診療ということではないんですけれども、遠隔地でのですね、医療教育という形で役立っていると思っています。日本だけでなく韓国、中国、アジア諸国という形でですね、その国々によって得意不得意、症例数の多い国少ない国っていうのがあります。で、その中で他の地域の医療の現状を知ることで、医療教育ということで貢献できているんじゃないかなと思います。こちらジグビーという無線を使った屋内の位置検知システムになっております。小さい黒いタグ、電池駆動なんですけれども、こちらを人に持っていただいたり、管理したいものにつけていただくことで、屋内のどこにいるのかというのを把握できるシステムになっております。このような黒いタグを人とか物につけていただいて、実際に管理する画面がこちらのデモ画面のようになっておりまして、青いものが今実際にこちらのブースでこのタグをつけているもの、点滴のホルダーであったり血圧計であったりというものになります。ご要望が一番多いのはやはり医療機関さんで、いくつも診療科を持ってられている総合病院さんとかがやはり物がよくなくなったりですね、管理しきれない時が出てくるんですね。で、そういうところの引き合いは大変多いです。こちらの商品はタックルと申しまして、高齢者住宅、例えばサービス付き高齢者住宅、サツキ住宅とか老人ホームとかに設置させてもらう商品でございまして、簡単に、ものすごく簡単に健康管理ができるような商品となっています。血圧測定で大事なのはですね、できるだけ毎日同じ時間に測っていただくってことが重要なんです。最高1日3回までこういうアラートを鳴らせまして、アラートが鳴ったら
他の血圧計と全く同じように参ってボタンを押していただきます。もうこれだけです。勝手にデータが転送されましてグラフに置き換わりました。でこの瞬間なんですけども、かかりつけ医がいらっしゃる場合はこちらで数字が出ております。まあ、例えば赤色の方とか紫の方っていうのは何かトラブルを抱えている可能性が高いんで、コンシェルジュだったりお医者さんの方から声かけをしてあげるといったことになろうかと思っています。コンシェルジュサービスの方から電話をかけることもありますし、高齢者の方から電話を受けることも両方とも想定しております。高齢者の方に聞くとですね、悩みは何ですかっていうふうに尋ねますと、よくあるのが寂しい、話し相手が欲しいっていうことがありますので、そういった事情に我々答えたいなというふうに思っております。